こんにちは。今日は三角比。高校ではまず3つ習いましたね。サイン、コサイン、タンジェント。この3つの三角比、関係があるんですね。それを考えてみましょう。まず、ちょっとしたお約束ですけれども、こう三角形があって、で、A、B、C と角があったときに、この、例えば今日、角 A を考えますけれども、角 A と向き合うところにある辺の長さを A、B と組になる、B の向、B という角の向かいにある辺の長さを B、C という角の向かいにある辺の長さを C。まあ、三つとも小文字ですね。小文字の A、B、C という風に表す。まあ、これ一つのお約束です。まあ、こんな風に書きましょうということですね。辺 AB の長さが C というちょっと、わかりにくいですけれども、ここの C と、大文字の C と小文字の C が向き合っているというふうにお約束しましょうということなんです。で、ここの今サインとコサインとタンジェント、ここの角 A で考えます。サイン A、こうでしたね。こういう順番。そうすると C 分の A、これ小文字です。そうするとコサイン、今度はコサイン A、 コサイン A は C の形ですね。 C 分の B とこういう表現。今度タンジェント、タンジェント A はこうでしたね。こういう T、 これ分のこれ、 B 分の A という、これが元になる定義でした。この時こういう定義から、こういうことをすぐに言えます。まず三角比の相互関係考える前に、こういうことが言えますね。すぐに、この A っていうのは、この A の長さ、ここの C という斜辺の長さが分かったときに、ここの A の長さというのは、これ見ていただくと A の長さ、両辺に C かければいいわけですね。C かけるサイン A。 そうすると今度 B、 ここ B 分かるとき、分かりたいときは C かける、この斜辺の長さかけるコサイン A という計算をすれば、この C が分かったときに B も A も求められるということになりますね。まあ、このタンジェントのところからは、底辺 B の長さが分かれば A が分かるということもあります。これも一応書いておきましょう。A イコール B。タンジェント A と、すぐにこういう、まず辺とサイン、コサイン、タンジェントの関係というのはわかります。三平方の定理ちょっと考えてみましょう。三平方の定理、まあ、ピタゴラスの定理は A2 乗プラス B2 乗は C2 乗、そういう関係です。
そうすると、今ここに A、B、わかりましたね。これを代入してみましょう。この A をサイン、コサイン、三角比で、この斜辺 C とここの角 A での三角比で表してみます。そうすると A というのは C サイン A でした。C サイン A の2乗プラス B というのは C コサイン A でした。この2乗は C の斜辺の2乗とこんな風に表せます。そうするとこの時 C サイン A の2乗こんな風に表せます。 C2 乗でサイン A の2乗、例えば 2×2 分の1だったら2の2乗と2分の1の2乗をかけてるですね。そうすると C の2乗をかけるサイン A の2乗というふうにカッコ外せるんですけれども、サイン A を2乗するときこんなお約束があります。サイン、ここに2乗を書きます。まあこれはお約束ですね。そんなふうに表現しましょうというサイン A の2乗。全体をカッコして2乗してもいいんですけれども、わかりやすくするためにサインのところに2乗をつけるというそんなお約束があります。そして C2 乗コサイン、こちらも同じです。コサイン A の2乗はここのコサインの方に2乗をつけます。これは C2 乗とこんな風な表現になります。そうすると今こうですね、C の2乗でくくると、C の2乗に sin2 乗 A と cos2 乗 A をかけると C の2乗になるということは、どういうことかといえば、ここが1ということですね。そうすると、こういうことがわかります。サイン2乗 A プラスコサイン2乗 A イコール、実はここのサイン A とコサイン A を2乗してあげると1になる。と、こういうことが出てきます。これは本当でしょうか？確かめてみましょう。サイン A。これは C 分の A でした。ここ当てはめてみます。C 分の A。これの2乗。コサイン A というのは C 分の B でした。足す C 分の B。この2乗です。そうするとこれ、計算してみます。C の2乗分の A の2乗プラス C の2乗分の B の2乗。そうすると分母同じですから、これは C の2乗分の A の2乗プラス B の2乗。こうなりますね。ピタゴラスの定理見てみましょう。A の2乗プラス B の2乗は C の2乗でした。ということは、ここで A の2乗プラス B の2乗は C の2乗。これピタゴラスですね。三平方。三平方の定理でこういうことになります。そうするとこれは C の2乗分の C の2乗ということでやっぱり1ということになります。
サイン2乗 A プラスコサイン2乗 A イコール1。三角比の相互関係、サイン、コサイン、タンジェントの関係で、まあ、サインとコサイン、この関係見てみました。次は、タンジェントも含めて考えてみたいと思います。ですから、これは、1。三角比の相互関係1ということですね。まあ、いろんな相互関係ありますけれども、まず一つ、こんなことを見てきました。今日はここまでです。